鳥居大国神社は、群馬県伊勢崎市堺市田淵名にある神社。式内社であり、旧社格は豪社。第五姫宮、五守るの宮とも。主催人敗信号死神社殿の大国子守宮、演技、伊勢崎風土記によると、第十一大水仁天皇九年に、風雨不順によって、人々が苦しめられていたため、天皇は、くだら車輪を東国に派遣した。 クルマリンは当地に至り見たらしい池で手を洗う大国主名と出会い国家の難の平定を願った。すると大国主名の姿はなくなりその後に淵ができた。その後天皇はクルマリンを称し当社を祀らせると共に当地を与えたと伝えられる。また、追認天皇15年9月には丹波国阿蘇里から五姫の宮を誕生、合死したという。 一説に、当社創建について、上野国新明朝の助倉い軍港に、大国玉の名神と、軍玉明神の名が見えることから、国玉を国師の神、軍玉を軍事の神と見る説がある。そして前者にあたる当社は、当地の軍事が、神付けの国造の栄誉称号を与えられた際、新たに創建されたと指摘される。この説では、 日の熊部老ロ寺が、上みつけの助ケクライを、非生、後、本国国造の称号を与えられた記事から、日の熊部一族が、助くらい軍事であったと推測される。合わせて、当社北西方にあり助ケい、軍側ととも推測される十三宝塚遺跡との関係性も指摘されている。なお、和名称に見える、助くらいイ、氷延命号は、当地に否定される。 当社に関して、国史に記載はない。社殿によると、神語慶運元年。演技式神明帳では、上野国助くらい軍大国神社と記載され、式内社に列している。助くらい軍と記載されるが、この軍は、沢軍の前身に当たる。上野国神明帳では、一宮本に、珍珠十二社の十二番目に、十一位大国大名人。 文書類十本では同じく鎮守十二社の十二番目に、十一位大国玉の大名人とあるが、総者本では鎮守十社に記載はない。また、三本とも助くらい軍港で、十一位大国玉の名人と記載する。ただし、鎮守校、助くらい軍港の両者を同一とみなすことには、異論もあり、後者を当社として、演技式新明庁所斎の神社を別に見る説もある。 明治7年、近代社格制度において校舎に列した。また明治42年に、新鮮兵白領とも新神社に指定された。社殿本殿は三軒社流れ作りで、千鳥派府県、東派付付、銅板武器。江戸時代の完成五年の造営という、平殿は昭和五年の造営。廃殿は間口五軒、奥行き三県半で、文化元年の造営。また、 境内には赤道が立つ。この赤道は、みたらしの石道路とも呼ばれる。室町時代、炎徳二年の命があり、付近のみたらし市範から出土したと伝えられる。総高は2.38メートルで、角石の台座の上に三刀、中座、火袋、屋根、草林と積み重ねられている。室町時代の作風が見られ、市の重要文化財に指定されている。 当社東北方には、大国主名が手を洗ったというみたらしい家跡が残る。明治4年に合詞されるまで、その地にはみたらし神社が鎮座していた。上記のように、秋祭りでは、獅子舞が奉納される。この獅子舞は、昔は途絶えていたが、昭和30年代に復活された。獅子舞の流派は、日ばみ流と言われる。 道具箱の名から聖徳元年には整備されたと推測され、期限はこれ以前と考えられている。この獅子舞は、スタッフチナの姉妹として、市の無形民族文化財に指定されている。所在地周辺原点出店。ありがとうございます。